こんばっちー、8チャンネル始めていきます。今日はサクサクセスで気まぐれ選手作っていきたいと思います。今回は天才投手作成、左投げ左打ちの投手、フォームはキノコ、好きな球団は、球団固有キャラは出てこないんですが、中日でやっていきたいと思います。ということで、天才カードとヒーリングカード、この2枚で頑張りましょう。はい、ではやっていこう。なかなかいいね。ダン。星135。いいよ。新しい球種もあるし。まあ、強いて言うなら、あれですかね。お、うまい。やる気と変化球。違うな。やる気と回復欲しかったね。ここで回復。ナイス、超回。ヒーリングも動いて、いい感じ。よし、ステージ終了。で、2で、やる気が欲しいです。箱はありません。ボナステもありません。やる気来たけど、来たけどだな。赤消す。おお、なるほどね。内角攻め、やる気にして、また、超回復。強いじゃん。選手に会ってと。選手からのね、もうコンスタはいらないと。やる気ボナ、入らない。なんだ。箱。ああ、まあまあまあ。変化球、よし。なんで1号なんだ。なぜ、33にならないんや。33って言ったらプラス3プラス3、やる気ボナがそこ入っていく。コンスタのね、やる気ボナじゃないんですよね。欲しいのは。ってことで、なるほど。よいしょ。超回復。マジ？はい。そこやる気入れてくれい。やる気が変化球。だからそっちじゃないんだ。回復引けてんのはいいんだけどね。やる気ボナー。やる気ボナーが、なかなか、欲しいところで動いてくれない。偉人伝。打たれ？立ち上がり。正直、急速上がってないんだよね。お辛いですね。体力ね、なかなか残してはいるので、お。あー、シャッフルマスが邪魔や。わ、シャッフルマスなかったら変化球取って急速にしてっていう理想ルートだったのに。なるほど。オッケーオッケー。よいしょ。拾う。急速強化。来た。来たぞ。さあ、そしたらここ、急速に変えたいね。1、2、3で急速。ああ、じゃあこれいっちゃったらもうダメか。よいしょ。おいおいおい、急速に特化できたはずなのに。くっそ。ずらされた。タイミングをずらされてしまった。まあ、仕方ないわな、今のは。絶対行かなきゃいけなかったし。拾って、ヒーリング。まあ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 。選手に。あ、痛い。急速安定。箱行くぜ。変化球。なぜ？なぜそっちなんだい？赤消す。もう関係ないな。選手に会って、無地青、無地青、無地青を引いてくれ。超回復。あれ、今回減少引いてないよね。回復しまくり。急速強化があって、あとは特化マスがあれば、がっつりと。ある、ある、ある、ある。博士か。博士行きたいけどな。二段階ナイス。さあ、どこ、ダイ。おー、なるほど。咲いた！ほい、こい！来たー！つえー！これを。あとは、ここ、急速に変えて。急速に変えたいけど、減少。まあ、でも、変えたところで、取れる青マス、そんな多くなさそう。いてー。急速オッケー？
613。そうだね。野球マンさん、野球マンさんまだですか？1,2,3,4,5,6 だもんな。選手が逃げる。ヒリンが動く。うわぁ、遅い。そして君じゃない。1も下に行く。もうね、望んでたのは確実に違いましたね。まあ、ヒーリング動いてるから、ヒーリング動いてるから、よしよしよし、最低限。最低限会えた。1,2,3,4,5。これしかないよな。急速強化でうまく働いてくれればだな。てい、てい、と、160いかなかった。それでも、いい選手。ナイス。博士様様ですね。変化球が、えぐい強い。ということで、名前設定、行ってきましょう。はい、名前設定してきました。名前。星659から、むこちゃんという名前になりました。いかがだったでしょうか？基本能力、博士成功のおかげで、爆上げ。急速上げきれなかったのがもったいないんですが、特殊能力もいい感じ。果たしてこの子がどれだけ頑張れるか期待して、オートペダント回しみましょう。はい、1年間オートペダント回しきました。結果はこちら。防御率 1.90。さすがの能力。やっぱ変化球、そして特殊能力良かったんでしょう。で、18勝最多勝で、7割8分3厘。こちらね、ベンツマンに負けてしまいました。悔しい。まあ、それでもね、今回212イニングとだいぶ投げてくれて、4完封4完投、そして、クオリティスタート 80% の、ハイクオリティスタート 63.3%、これ立派ですね。で、234奪三振、見事奪三振王のタイトルもゲットしました。9.90 の奪三振率、立派ですね。で、今回ね、フォアボール43、まあ、コントロール S だったんで、まあ、こんなもんかなとは思うんですが、13のデッドボール。クラッシャーよ。めちゃめちゃクラッシャーでした。当てたね。ということで、四死球率 2.37 と。いやー、向こうちゃん。何があったんだ。荒れてたのかな。で、こちらは 5.44 で KBB 負けてしまいましたと。ということで、今回の向こうちゃん。取ったタイトルは、最多勝、最優秀防御率、最多奪三振、沢村賞、新人王ベスト9の合計6個でした。いかがだったでしょうか？ぜひぜひダウンロードお願いいたします。ということで、バイバッチ。